世界の終わり The House。 我々世界の終わりは現在ドームツアードゥガラディドゥの真っ最中、今週東京ドーム公演が無事終了しました。多分です、というのも例のごとくドームライブ前に収録しておりますので、どうなってるかまだ分かりません。東京ドームね、ライブ見に行ったりしたことは何度もあるよ。あります。なんか、ドームね。ある。野球も見に行ったことあるしね。野球も俺もあるから。野球もあるし、俺はプロレス見に行ったりとかもありますね。地下闘技場の上でしょ。地下闘技場の上。地下闘技場行ったことありそうな言い方だね。この感じだとね。入り口見つけれるかもしれないよね、もしかしたら。地下闘技場へ。ああ、俺、ただの、だって、あの、バキにさ、書かれ、まあもう、わかる人もわからない人もいらっしゃると思うんですけど、こう、バキっていう漫画の地下闘技場というね、戦いをする場所がね、東京ドームの下だと。うん。でもその東京ドームの上で歌ってるさ、確か一瞬、漫画でちょっとだけ描かれるでしょ、ね、うん、歌手みたいなあるでしょ、うん、そのモブ感半分あれ俺あれだよ入るわけなくない闘技場あそうかそうだよねえそうだよもう全然ダメ、地下闘技場にいる人間からしたらもう上で誰が歌ってようがただのそのなんていうのただの歌手もう最強を決めてる場所だから、ね、最強を決めてる場所人類最強を決めてる場所とただの歌手だから入れるわけないよね。入り口なんか見つけられるわけないじゃん俺みたいなそんなペーペーの歌手がねえ、あるんでしょうか入り口ライブの感想はですね、後日改めてお話しするとしてですね、次はいよいよツアーファイナルになってしまいます。10月23日福岡ペイペイドームです。福岡ペイペイドーム初めてですね。そうだね、東京ドーム と、東京ドームと、うん、福岡ペイペイドームは初めてだね。ペイペイドームは初めてなのでね、ちょっと福岡でもついにドームができるということで、うん、いやなんか感慨深いっすわ。感慨深い福岡、うん、なんかね、ファイナルぐらい、うん、ねえ、なんか福岡でちょっとぐらいなんか、なんかお酒飲んだ後に、ね、締めのラーメンぐらい食べれたらいいかなと思います。うん、ね、乾燥できるといいですね、本当。そうっすね。うん、すね。世界の終わり中陣です。カセです。サオリです。DJ ラブです。世界の終わりのザ・ハウス、今日もリスナーの皆さんから届いたメッセージを紹介していきます。はい、これ多分岩田県じゃないかな岩田県って書いてある、岩田県女性ラジオネーム、岩手から東京ドーム行きます。わかりやすくね、うん、これ見てもらわないとわかんない、ラジオでは伝わりづらいけどね、見たことない県なんだよ、ね、そうだねジュビロの本拠地になるんですねそうだね、セカワの皆さんこんにちは、東京ドームに行きます。私は嫌なことがあってもライブを目標に頑張ろうと思うのです。セカワの皆さんは頑張った後のご褒美は何ですか。いやさ、もう最近さ、お酒を飲むとするじゃん、うん、ついにこの甘いものが嫌いな俺が、あー本当に甘いものを食べるようになっちゃったの。びっくりしてるよ。それもう続いてんの。でもね、そんなコンスタントではない。うん、パフェ食べたからね、この前。マジで、うん、パフェ食べた。なんかちょっとずつたまに片鱗は出てる時はあったと思う。アイスを食べたり。アイス食べたり。ああ、確かに片鱗はある。うんうん、だから一回、もう、死ぬほど食ってみようかなと思って。飲まずに。もう朝から。うん、朝からもうケーキ食べて、うん、もういらんつーぐらいやったら、なんか、食べなくなるんじゃないかな。いいじゃん、別に食べれるようになってしまえばいいじゃん。いやなんか、ね、やだやだ、だって俺もうあのそうね、砂糖は体の敵だって教え込まれて小さい頃から。アイスは食べてたけど、なんかアイスの後になんかエクレアをも冷蔵庫からおもろに出してって、うん、エクレアを食べた時はなんかエクレア食べたの。エクレア食べるのすごい、これは行き過ぎだって言ってた。あのこれやりすぎた。エクレアがあって、エクレアを美味しそうと思って食べたら、あ、これはちょっと待ってよ。うん、甘党初心者にはきつい。トゥーマッチな砂糖。トゥーマッチって思ったんだよね。いきなり美味しいってなるわけじゃないんだね。なんない。ちょっと、
これは違うかなっていう。クレア取り出してきただけでもかなりびっくりしたけど。いやいや本当にね、アイスをね本当に食べてしまう。ダメだよね。俺この前31アイスクリーム3個食べてた。うわすごいね。これはダブル買ったらついてくるやつや。規格外だよねいつもね。規格外だよね。すごいね。0100なんだよね。そんなに食べなくていいよ。そんなにあのたくさん食べなくていいし、そんなにたくあの全然ないっていうのでもなくていいから、ちょっとずつ適度がいいんだよね。適度に適度っていうのできない、全部できないよね。適度お酒も食べ物もね、適度ができない、うん、そうだね。いや俺が適度できるようになったらどうするよ。すごい適度になったやっぱ。すげえカルーアミルクとか飲むよ。適度なのかな。適度のイメージ。いいよビールで。ビールでね、ビールもたまに飲みますから。ビールはね、2、3缶ぐらいでいいんですよ。ほろ酔いっていうフレーズを一番嫌い。一番適度なんだけどね。一番嫌いだけどね。本当にほろ酔いっていうフレーズがもう大嫌いだから。じゃあ飲まないって思う。じゃあ飲まないよ。じゃあ飲まない方がいいもんって思う。もうゼロ百だわ。そうです。石川県18歳女性、ラジオネームシンデレラ。初投稿です。テカラティという名古屋公演行きました。新しい世界ができました。本当にいつもありがとうございます。突然ですが、先日担任に対面ですごく怒られました。その時に私は、ちょっと意地悪して、説教なんてぶっちゃけ快楽なんじゃないですか？酒の魚にすりゃもう傑作ですよね。とか言ってやりました。すると、一瞬時が止まって、余計怒られて、結局本題が何かわからなくなりました。大人を論破する方法を教えてください。本当にやめろ。本当にやめろ。俺が代表して怒られるだろ、これをやることによって。よくないね、これは。もう根本を、根本の話はもう 俺も怒るからな、今からこの。本当に。いや、まずよ、まず論破なんて意味がないから、そもそも。論破って何の利点があるのかなと思ってしまう。ダメですよ、論破したら。だってさ、論破したと思ってさ、うん、論破したっていう達成感はあるかもしれないけどさ、結局相手側に残る印象としては、こいつちょっとめんどくさいなって思われるだけなんだよ。そう、そうなんだよ。賢っ、すごーなんてなってる人なんか誰もいないんだから、うん、論破された側は、ね、こいつ不愉快だなって思うところが残るだけなんだよ。利点がない。あれはね、テレビの中のエンタメですから、論破はね。そうね。いや、もう本当にね、やめてほしいですよ。こうやってね、こういうことをね、するからね、俺がハビットを歌うたび怒られるようになるんじゃないの。まだ怒られてないんだよ、意外と。びっくりじゃない？俺、この曲出すときもっと俺、普通に炎上するかと思ったんだけどさ。それが来てないからね。なんか意外と、そうね。そう、うん。そうなの。本当に炎上しそうなところは、沙織ちゃんに、もう一気にごっそりカットされたっていう、ね。いや、本当にね、本当にこれはね、一箇所あるんですよ。僕が歌詞を書いて、沙織ちゃんに、これはマジでやめろって言って、はいはい、いや、もう別に大丈夫、これ、多分売れないし、なんて言いながら、そうだ。いや、大丈夫、大丈夫、みたいなこと言ってるの、いや、いやいや、これは絶対にダメだって言って、本当にね。喧嘩になりましたからね。喧嘩になって、ね、そう。あれ？誰のおかげで、あの歌詞がなくなったんだっけね。論破しようとしてる？いや、でも本当に ね、感謝している。本当に感謝してるし。やっぱ子供たちもね、歌ってくれてるし。本当ね。よかったですよ。本当にね。まあ、もう、なんで炎上するかと思ったかっていうと、なんとなくこう言っちゃいけないこと言ってるかなって思ったけど、まあ言ってもね、その、倫理的にダメなことは言ってない。ただ、それは言ってない。沙織ちゃんにカットされたところは、倫理的にダメだってことを言ってた気がする。うん、そうね。なんか誤解を招く感じ。いや、本当にね、危ない。そんな真剣に注意しないで。注意しないで。本当にあれはね、墓場まで持ってくフレーズだよ。本当に。ファンクラブとかのツアーとかでもね、その歌詞ありにして、オンにしてはやらないよ。もう、塩コロだけの。できないでしょう。そうだよ。本当にダメですよ。本当、近い人にも言ってないもん。本当に。福岡県14歳、女性 M 氏。友達といつか絶対バンド組もうねと約束しました。私はギターを始めて1年半くらいですが、なかなかうまく弾けないと、
もう今日は弾きたくないってなっちゃうし、極度なめんどくさがり屋で一曲丸々弾けるようになったことはありません。こんなんで自分がバンド組んでいいのか不安になります。バンドを組むのはどれぐらい上達した状態で組むのがいいんですか？おすすめの練習法などもあれば教えてほしいですと。なるほど。なるほど。どのくらい上達した状態で。もう組みたい時に組んだらいいんじゃない？うん。もう組みたい時に別に弾けなくても。組みたい時に組んだら。ね、組めない、組みたくても組めないもんなんだ。組みたくても組めないぜ、ね、バンド。本当やろうって言ってる人がいるのは素晴らしいこと。ねえ、深瀬くんと中陣はもうバンドメンバーずっと探してたもんね。バンドメンバー探したまま30、40になるかなって思ってた。うん。なるほどね。探してましたよ。バンドメンバーを探すために生まれたんだ。本当になったからね。本当に。うん、探しに行く旅に出る子だったよ、俺と中島。ね、本当に旅に出そうになってたの。世界旅行の旅に出そうだったんだから。いや本当にね、探すたびにやばかったよ。最勇気みたいに歩き続けるとこだったよ、本当に。いやそうで、なんかピースボート乗るとかも言ってたしね、うん、いやいや、だからそうなの、だから、ね、まあ、完全に間違っちゃったんだって。本当によかったよ、こうね、その途中で見つかって超発ガイトさん三蔵法師と行くの、うん、そう。いやなんかでもね、わかるけどね、弾きたくないってなっちゃう、うまく弾けないとなっちゃうけど、なんか絶対いつか絶対にバンド組もうねと約束か。でもまだ14歳だもんね。14歳か。いや、ギターっていうのは弾いてるやつがいっぱいいるから、本当にね、練習しようがないと、バンドはあれだよ、うん。いざバンド組もうぜってなった時に、やっぱりこう、倍率高いからね。高いよね。高いよ。うん、倍率高いね、うん。ドラムとベースだよね。少ないの。特にドラム。うん。うん。ドラムが一番少ない。なんかおすすめの練習方法とかありますか？こう飽きちゃったりするときとかってないんですか？あるあるある。めちゃめちゃありますよ。うん。どうするの、そういうとき。私は、大体さ、練習なんてしたくないから、うん、もう気分が乗らないから、もう嫌だな嫌だなって、ピアノの前に座らないんだけど、まず、ネットフリックスとかで、ストレンジャーシングスを見ながら、運指練習をずっとやるわけ。やっははって笑いながらずっと、うん、そんな面白いシーンあったっけ？そういうドラマなんだ。違うない？見てないかな。何見てんだと思って、あはってそんな？確かにね、ストレンジャーシングスそんな笑うとかあんまないかもね。結構バーンびっくりみたいなシーンが多いイメージなの。何がそう、そうだよ。鼻血出てるみたいなこと？L 鼻血出てるみたいな。鼻血出てるじゃんって。ゲラだな。え、なんか、まあ、好きなさ、ドラマなり映画なりを見ながら、運指練習を15分から30分ぐらい、うん、ずっとやってて、やってるとまあ、なんかじゃあ練習してみよっかな、みたいな気持ちになるかな。なんか出だしがやっぱり、こう、きついから。うんうんうん、まあ、そうね。うん。だって俺も声出しの前半はずっとジャルジャル見てるもん。みんなそういう感じ、うん、だから結構、だからちょっとつらめの筋トレみたいの声出しの前に入れてるから、うん、ジャルジャル見ながらちょっと筋トレとか体幹とかをやって、うん、体が温まってくると、さあじゃあやるかって思う、うんうん、っていう、なんかスターターだよね、とにかくね、うん、スターターはなんか見ながらやってもいい気がする、うん、ジャルジャル見たいから声出しするみたいなとこもある、ね、あるしね、うん、あ、そうそうそう、私もストレンジャーシングス見たいから、じゃあ見たことないんだろお前。あははとか言って。違うから。そんな内容じゃないから。どこなんだよ、そのシーン。ピアノとかでも運指練習とかあるかも、あるし、なんか基礎大事な部分もあるかもしれないけど、うん、ギターってのは結構型破りでもいいと俺は思うんだよね。だから俺なんて本当に自分の好きな曲しか練習しなかった。自分が弾きたいなって思う曲しか弾いてなかった。だから、ギターは、練習しんどいって思ったことはない。ピアノちっちゃい時習ってたけど、ピアノの練習はね、うん、しんどいなって思ってた。ピアノの方が、基礎練が結構必要だよね。なんかね、あるし、うん、なんか本当に一個一個準備するっていうかさ、うん、運指を決めてとかさ、うん、やんなきゃいけない。ギターは結構本当に自分のやりたいようにやっていい楽器な気がするけどね。いやでもピアノ練習してみようかなと思ってんだよ。それさ、何年かに一回言うよね。ピアノが弾けるようになりたい。あの、
数年に一回言って絶対やんないっていう、ね、最近ほらいろんなものを教えてもらうことにちょっと快感を、ダンスも、うんね、演技のレッスンもさせてもらって先生が多いっつって、なんか先生が多いことで有名なねボーカルの先生もいて、そうそう、うん、教習所で免許も取って、うん、ついに料理教室も通い始めまして、そうなんだはい、そうなの、料理教室も通い始めたんで、そうなんだ、そうなんですよ、なんか意外とそういうダンスレッスンも朝で午前中ね中島と定期的にやってるわけですけど、そういう風にしてたらなんか上手くなるぞって思わずに、うん、とりあえずこうバババババッと午前中に入れてるのが1年経ったらそのうちなんかできてるんじゃないかなっていう、まあでもそれはそういう気持ち、上手くなろう上手くなろうとするとなんか何かに引っかかるから、うん、とにかくやらなきゃいけない日をとにかくポン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 とスケジュールの中に入れとくといいんじゃないかと、もう本当にだから料理教室もさ通い始めまして、そのあれなんですよ、その日の昼ご飯も作ってそこで食べて帰るっていう、一人だよ俺、一人なの、一人だよ、一人だよ、料理教室、何系の料理教室なの、いや一番オールマイティーなとこ、オールマイティーなものでめっちゃ探した、スイーツは作りたいと思ってないから、うん、スイーツがないところにしたんですけど、うん、いや何だろう、何に向かっていってるんだろうとか思う、でもなんかちょっといいな、ちょっといいでしょ、うん、俺もね、私も一緒に行こうかな、あいいよなんか料理の波が来る、今度は料理の波来てもいいじゃん、うん、ちょっと興味ありです、それ。作ったものをその日にお昼ご飯、今日自分のお昼ご飯です、ランチと料理教室をセットに貸して考えてるの。はいはい。その日食べるもの、やっぱりこう、一人暮らししてたりするとさ、外食になっちゃうとさ、まあなんつう、家庭料理っていうよりちょっと外食に寄りがちになっちゃうし、好きなものしか食べなくなっちゃうじゃん。うん、そうね、それってメニューってそんなに多くないから、うん、あの普段食べないもの、例えばロールキャベツとかってさ、うん、食わないじゃん、食わないし、まあね、結構めんどくさい、結構めんどくさいし、うん、それをこう通うことによってお昼ご飯をそこでこう、はいはい、食べて帰るっていう、いいね、うん、いいでしょ、うん、ランチがてらってことか、ランチがてら作って、うん、エプロン買った、昔持ってて、エプロンは、エプロンなんかサザンカの時になぜか別にやらないのになんかずーっとだし巻き卵を作ってた時期があって、サザンカのだし巻き卵出てこないの、うん、それずっと分かってんのになぜか男子校マスが、なんで誰も褒めてくれなかったのサザンカにだし巻き卵出ないよってね、うん、MV でね、出ないよって誰も教えてくれなかったら、ね、俺ずっと作ってた時すごいずっとこうね、サザンカの時はずっと持ってたんですけど、うん、なんか家ではしねえな、家でするとなんかわざとらしいなって思ったの、エプロンもね、なんかこう、うん、どうやって感じがするかなと思ったら、うん、買ってきてくださいって言われて、わかりましたっつって買った、楽しそう、楽しそうでしょ、うん、世界の終わりザハウスでは皆さんからメッセージを募集しています。番組への感想、質問、僕らに選曲してほしい選曲テーマなど、どんなことでも大丈夫です。アドレスは www.tfm.co.jp/house です。それではまた来週土曜日夜10時半にお会いしましょう。ここまでのお相手は世界の中人と深瀬とサオリと DJ ラブでした。